こんにちは、速稼塾の久保です。今回はですね、香港の国家安全法についてちょっとお話しようかと思います。皆さんご存知の香港という街なんですけども、ここはですね、一国二制度で、まあ割とね、中国の、まあ、一部とは言っても割と民主的で国際的で開かれた国でした。憧れの国と言ってもいいでしょう。そして香港の銀行っていうのは結構ね、使い勝手がいいということで、日本人がツアーを組むぐらい人気になった時期もありました。で、HSBC でしたっけね、香港銀行、こちらの方はもう日本人でね、口座を手にすることができないぐらいものすごく価値が高くなっちゃって、すごいなと思ったもんです。で、今回の国家安全法で私がね、懸念しているところが2つあります。1つはですね、これはですね、中国国内だけに適用される法律ではなくって、中国の外にも適用されるってことなんですよ。例えばですね、私が中国に批判的な動画を作ったとしますよね。それも罪になるんで、例えば私が中国に旅行に行った時に飛行機の中でもう逮捕されちゃうみたいなね、そんなことが起きるみたいです。怖いですね。まあですんでね、もしかしたら世界中で中国を弾圧すること、チベットやウイグル問題に、まあ発信をね、控える人が出てくるんじゃないかなと思ったりもします。もちろん中国の軍事侵攻についても待ったをかける、そういうふうなね、公の発言というのは警戒する動きになるかもしれませんし、それに対してそれはやりすぎだろうということで、国際協調の運気も高まってるんで、これはね、この後、この法律が改められることはないと思いますけども、慎重に見ていかないといけないかなというところでございます。で、もう一つはですね、私の速稼塾の中で、かなりね、関係があることです。それはですね、暗号通貨ですよ、ね、中国は基本的に暗号通貨禁止だと聞いております。今どうなんですかね。やっぱり禁止だと思うんですけども、でもバイナンスって動いてますよね。あれどうなんですかね。ちょっと曖昧なところがありますけども、基本的に香港の銀行も今までのような事業はできないと思いますので、暗号通貨とかは一切召し上げられる可能性が出てきました。ということで、中国の銀行もしくは中国に銀行、そのつながりで、暗号通貨を事業化しているところっていうのはちょっとね、もう一回調べた方がいいのかなと思っております。もちろん私のこれ勘違いもあるかもしれませんし、早とちりもあるかもしれませんので、なんとなくね、そんな気がするぐらいに留めておきますけども、香港に銀行がある会社、そしてその銀行を関連付けた暗号通貨がある場合は、もしかしたらこれはね、全部なくなるかもしれないってことですよ。だからちょっと用心した方がいいかなと。場合によっては暗号通貨に関わったってことによって有罪というね、そんなね、こともあるかもしれません。なぜならこの国家安全法、香港のね、今回施行されたこの国家安全法はものすごくね、適用が曖昧なんですよ。はっきり言って誰でも逮捕できるような、そんな条文になってます。私の読解力がないだけかもしれませんけども、今のところ感じてるのはそんな感じです。以上です。それでは失礼します。